肩書きです。うん、あの木を今越えたの？右の。あの右のラフですね。おお。刻んだよ。これはさすがに刻むでしょ。プルプルちゃってカツンときちゃってるから冷静にいた方がいいですよ。大丈夫。あの噴水だ。はい。これ右ファー言った方がいい？大丈夫。うん、自分で分かったら大丈夫です。だからなんか振っちゃったら息いっちゃうんじゃないかっていう感じでしょ。まあ池行かないよね、フェアウェイど真ん中バーンって行っても。オッケー、よいしょ。200続きましたね。うん、いやだから予算できるとこ行ってないからさ、ダボになっちゃうじゃん。じゃせめて今ぐらい、さっきぐらいさ、テキサスできるぐらいのとこで。ああ行けたな、クリークで。150 34。お、刺した。あ、どこ？手前に跳ねたような気がした。全然飛ばねえじゃん。うん。いや、真面目よ。今別に変な当たりしてないよ。あ、わかんない。それはそうかもしれないけど。何度言ってもいいかな。え？刻むんだけど。あ、そうだね。やっちゃった。あ、でも今のでバンカーだ。うん、刻むんだったら短いので刻みましょう、奥さん。中途半端じゃなくて。120はないですね。100さっき何つったっけ？ここで119。119。あ、まあでも距離的にはそうです。120だとそのクラブで、はい、いいかな。ここで
ルセンターで132です。うん、えセンターでね、うん、でピンがちょっと手前だからでしょ。そういうことです。バンカーライン、右のバンカーライン、あ、バンカーかな、はい、入った入れ。オッケー。うん、オッケー。先生。ドロドロ。まあしょうがないです。これマウンドがここですから。もう完璧です。 OK。 あ、優しい。ダメだろ。ちょっと優しいから LINE 読みましょうか。え？ LINE 読みましょうか。スライス。そう。ちょっと待って。もう今の発言聞いたからちょっともうやめ。え？こんな感じじゃない？これね、皆さんね、もうね。スライス。まっすぐ。うん、あるとフックがないかなと思います。でも確率はね。スライスでしょ？うん。確率は入る確率はちょっと。読めてんけど入らないんだもん。じゃあ。実際、じゃあ実際これはダメですけどやりますよ。お左カップ内側でいい？いや、内じゃダメ。内じゃダメだと思う。下り入るから。下りは入る、はい。押してるもん。押してるって。押してるよね。ナイス。皆さん、あら、そっといます。いやー、皆さん、これ動画になってんすか、これ。これランド動画でいいんですか、これ。いや、いいんじゃない。じゃあ後半ちゃんと立て直してくださいよ。別に俺がだってバンタミ7時代に回ってると思ってねえだろ。うん、いや、知ってる人は知ってると思いますよ。ただだってさ、こういう時もある。まあね、うん、確かに。でもそれはゴルフですからね。じゃあ停止します。だって今番手俺触れてないと思って。でかいの持ってよ。いや、それでも触れてない。合わせたインパクト止まっちゃってるもん。フォローがないもん。フォローだからって大きい番手持ってさ、
まあ、僕も人のこと言えないけど、左引っ掛けて。今田さん。そう、前のロングね。あ、ロングトリプルじゃない今田さん。さっきのアプローチの反省。え、アプローチ。誰？俺？いやもうだってあの当てるの精一杯。余裕はもうこうふってこう合わせるだけだもん。距離感まで出るかや。タニオこんな冬に。タニオ。マナさん言ってくださいいつものやつ。え？何本？これあのライトグリーンだから100キロのアメージだからまあまあハードですよ。本当だね。これ皆さんねしかもねドロー打てないから、うん、聞いてます？俺殺しじゃん。そう俺殺しじゃん。本当に。どうやって楽しく回ろう。結構ちょっと待ってね。うわしかもあそこの太い木折れてるし。あー、うん、すっげー。粘れ粘れ粘れ。本当に今田さん、これ木邪魔すからね、ドロー打てないですよ。じゃあ何、宮下どうなっちゃう。いや宮下さん、だからどうするかをちょっと今、一応どうするんですか。木の上からドローとか言わないけど。フェード？いや、ストレートボール打つよ。え？ストレートボール。ヘッド効いてないんだろ。ヘッド効かして。あ、危ねえ。だから当たるって言って。あれ抜けたね。あ、落ちてきた。落ちた。あの、林の中から。林の中から。無視したって言ってんじゃん。でも前開いてるかも。まあ開いてます。ちょうど来た木の真ん中に落ちてきた。コメントできないから。今じゃそこに、だからちょっとアングル見せますよ、だから。アングル見せないと宮下さんが木に当たるって。いや俺あの、はい、折れてる気あるじゃない、はい、あそこ狙う。あ、オッケーです、オッケーです、うん、それがいいですね。ここ大丈夫ですか、立ってて。大丈夫。はい、おお、やった、これやった、やった。あとでかいの持ってないですか。ナイスオンだと思いますよ。ナイスです。皆さん多分100ヤードですよ、残り100ヤードしかない。もっとない。え、もっとある。そんなこと自分でぶっ込まないでよ。一応フィーリング出してくださいね。フィーリングが出ると思うか。あとは目の距離。はい、ここで分かった。はい、あそこの危ないって。いや、宮下さんの出玉を考えたら危ないっす。出す。進行が進んでおります。速やかなプレーをお願いいたします。あまあ、やらかしてますからね。ちょっと、大丈夫っす。もうあと一ホールなんで、前も後ろも来てないんで。あ、前っていうか後ろ来てないんで。前行け前行け。バンカー。いや、いや、バンカー左です。惜しい。あ、オッケーです、オッケーです。意地でもドライバー使わないんだね。なんだ。なんとなく気持ちは分かる。2つでね。はい、ありがとうございます。
密林からちょっとこれ動画でとあの林からちょっと遠いですけど、今田さんちょっと今日の宮下さんの感じを、前去年の方が伸び伸びやったね。相手が多かったからな。絶対に。おうまい皆さん、やっぱ林に入れた方がライン出ますよ。あ、寄ってる寄ってる、うんうんうん、おーすごい寄った、パターン任せてください。あ、喋んなくな喋んなくなっちゃった。えハーフで帰んないでくださいよ。あれ、お、ちょっと待った、オッケーパーだよ。やっぱピンが見えない方がいいんですよ皆さん。パター持ってかないですよあれ。いや本当にオッケーパーだあれ。じゃこれ回せる。はい。オッケーパー、あんなとこからオッケーパー取る実力あるんですから。怪我して球も打ってないんだから勘弁してくれよ。いやいや勘弁。はい。入るまであったよ。あそこからバーディー取ったらでも笑いますけどね。だから距離も測らなくて、もう当てるだけでいいんですよ皆さんは。え、感覚だね。うん、だから感覚出してなかったもん。では半分闇雲でしょ。闇雲じゃない、ちょうど100ヤードだと思って打った。いやしかもね、うん、左サイドに木があったから、うん、右しか出せない。あ、俺のポジションだ。トリッキーだ本当。でもしかも、うん、止まれ止まれ。OK。うんうんうん。さすげえと、あっちこれですね。パーあるからやめられないよね。ちょっとナイスパー。ナイスパーっていうの、これはナイスパーっていうんじゃなくて、え、はい、これナイスパーっていうんじゃないでしょ、これラッキーパーでしょ。頑張れ。今田さんしか珍しく打てなかったっすね。え、いや今田さん結構打つもんねパターンね。あの、こういうのあんまり好きじゃない。あ、好きじゃない。ショートっていうか、今田さんマークした方がいいですよ。マークしてもう一回読み直した方が、 ルーティン的に。前下したけど、まあしょうがないよね。ナイスパー。俺と同じパー。このくらい奥さん行きましょうか。パーパット、いいとこ引っ張ったけど我慢。あーし、うん、オッケー出さないの。うわ、このあ、出ましたか。オッケー出ましたね。さすが番長、男らしい。
スパナイスパ360度マロンパボルタレンが切れ出したからちょっと痛くなったからだから良くなってきたのかなアンダーリュックに割れば痛み止めでね。はい、失礼します。はい。よし。あたす。そっか。男性チームみんなパーだ。うん。俺らもうなんか行き当たりばったりのパーだけどね。いやいや、それがゴルフじゃないですか。まともなパーだって皆さんあんまないじゃないですか。まあそうコメント言ったら褒めてね、うん、ちょっとゲリラ的なやつほら今までさいやいいんだ早く早く来えよほらジェントルマンジェントルマン早く行けよちょっとイメージイメージ結構長いよね長いですねだってレディースそこですもんね、もなんかいまいちで、うん、あ楽しい今日ドライバーでこぼれ通ってやってねえもん全然だってまともに当たってないでしょじゃあここで勝負すんの、うん、いいですよ、オッケー、いいね、俺次第あ、ちょっと力入っちゃったちょっと服強かった、うん、上に上がると見えないなバンカーには行ってないでデブになったから回んなくなったの本当にあ一緒だこの球だったら僕のが前ですね。これはバンカー行っちゃうね。うん。ちょっとまだ。こっちの前にティーが飛び出しましたよでも。飛び出した。うん、ヘッドが効いてない。あれね。効きすぎじゃないですか。左手抜いてくんない。ナイスー、オッケー右サイド、はい、オッケー、これは来た、うん、完璧です、見えない。ちょっと軽く打ちすぎちゃったかなと思うんですけど、まあ、いいかな。寄せれば一緒。はい。あ、皆さん失礼しました。入れ。惜しい、ナイス、ありがとう、テキサス出ちゃったよ、宮下さんの、来た、番長来た、番長テキサス
生まれて初めてやってみます。生まれて初めて。うわー、そうなっちゃうんだよね。意外に壊れないんですよ。まあ後から言うのもあれですけど、関係ないっていうか最初の、うん、そうですね。いけっかな。いや、言ってください。もう後半に向けて。後半に向けてね。はい。ポロンってなんないかな。ラインはいいですよ。ラインはいい。距離。距離。うん、のけ。それはオッケー。僕かな。ちょうどいい。小暮先行こうか。パンチョ大事なパットだもんね、奥さんとね。いや、そんな感じでしょ。何ボギーパット。誰？パーパットだよ。失礼。ちょっと、いや無理なところは絶対打ってこないもん、小暮は。ナイスツアーだ。何打ってこないもんってなんか浮気みたいな。うわ、ちょっとこれは上り入るから、それはね。よし。それ嫌がらせって言われますよ。よし、奥さん集中。うん、ちゃんと控えた。オッケーです。まあまあ、なんだ、あ、言った。もうこっちの後半で5、あのマイナス5ポイントです。はい、前半お疲れ様でした。俺いくつ結局。今言わなくていいです。俺44回ぐらい打ってねえか。え、それじゃ済んでる。お前失礼なこと言うんじゃないよ。44だよね、俺ね。ナムさん、俺しかつけてないでしょ。いや、つけてるけど、あれパン3つだもん、だって。自分のこと、気がしますよ。なんだ。お願いします。はい、倒れない。そうです。前半と後半でまた8オーバー44。8オーバーか、うまいっすね。あんな感じで8オーバーでうまいっすね。いや、本当に、まあ、今日ランペロンパイの雰囲気出てた。もう今日は何も言えねえけど。いや、だからうまいんすよ。50ぐらいの内容でしょ。ひどくないこれ。いやいやいや、だって、うん、あのえひどいと思う。いや、これこういう風に言ってくださいって誰か。いや、だからボギーペースよりは少なく回ったんだよ、今。すごいっすね。うん、もういいや、ゴルフやめた。あ、なんか年内はね。年内は私たちも年内は、ね、なんか料理人がよくそういうふうに言う。いや、じゃあ、まあ、やめた。料理人さんね。でも宮下さんやめても明日にやってますから。はい、はい。